まあ一般の学校とこの比較することはできないかなと私思いながらね話してるんですけども、一般の学校ね、小学校、中学校、高校、大学というところで、まあ絶対的な価値は何かっていうと、読み書きができるってこととね、それから掛け算の九九を覚えることができるっていうのはこれあるんですよ。これがベースにないとドリームアカデミアで言ってることも理解できないし、速稼塾で言ってることも理解できないんで、やっぱり学校教育って私は偉大だと思います。そういう意味で言うと、学校教育にはお金を投じる意味はね、大いにあると思うんですよ、それは今後も変わんないですね。学校教育で、識字率っていうのを上げていただかなければ、私たちみたいな塾って成り立たないんですよ。だってある程度の言葉が分かるだろうっていうのを前提にしてやってるわけですから、さすがに、例えばね、ドリームアカデミアとか速稼塾に入って、すいません、この漢字なんて書いてあるんですかとか、おっしゃることの意味が分かりませんみたいなところとか、そういうことになるとね、本当にこう講義をやっていても講義の文字が分かりませんとか、そんなレベルになっていたらもうどうしようもないわけですから、だからそういう意味で言うとね、私はね、一般の学校は本当に素晴らしいと思いますよ。絶対必要だと思います。でそこにかける1000万2000万の意味ってのは大いにあると思うんですよ。一生読み書きに困らないっていうね、それだけでも多分ね、それを例えばドリアカとか速稼塾の講義の一番最初にそれを入れろって言ったらね、やっぱりこの金額じゃやっていけないと思うんですよ、いやー、だからそういうことはね、なかなか私はね、義務教育をバカにはできないなと思いますね。義務教育のおかげで、まあね、成り立っているなと本当に常々思ってますんで、学校教育には私はね、敬意を抱いてるんですよ。なくなってしまえとまでは思わないですね。まあただ必要じゃないものは結構あるかなと思います。それはね、大いにあると思うんで、じゃあ何が絶対必要なのかっていうことを今申し上げたんですけども、プラス1個申し上げるとしたら、まあ男女の出会いの場ですかね。やっぱり学校でね、男の子だったら可愛い女の子とか見かけると思うんですよ。それすごく大事なことじゃないかなと思うんですよ。しかも同じクラスとか同じ学校っていうだけで、話しかけるチャンスって自動的にできるし、チャンスがなくったって俺3組の久保だけどとか言ってね、結構気軽なわけですよ。同じ学校っていうコミュニティにいるっていう信用で、いきなりナンパしても変に思われないみたいなね。だからこれがね、たまたま街で知り合った人に声かけるともらったら、最初から気持ち悪いもの扱いですからね。まあ、そういった意味で、最低限の識字率と、あとはね、恋愛のコミュニティを提供してくれるっていう、この2つの意味で、私は義務教育はね、これからも必須だと思います。5教科、7科目とかね、そういうのはね、どうも今の時代には即してないと思いますけども、それこそね、税金のことと、企業のことは学校で義務教育で最低限教えた方がいいかなと思うんですけどね。それが分かんないと、そもそも進路選択なんてできないですよ。やっぱ妙な話ですよ。だって国語算数理科社会しか教わってこないのに、進路どうするって言ってね、そんななんかカリキュラムに全くないことを選べって言われるわけでしょ。これ戸惑わなかった人いないんじゃないですかね。で、戸惑わなかった人ってのは学校以外でその技術を身につけた方だと思うんですよ。家庭教育とかね、それから社会でのいろんな場数が操作していたんだなと思います。というところで、吉谷さんがね、私のことをすごくね、俺のおかげだ、久保さんがこうなったの俺のおかげだみたいなことを言うのも確かにうなずけない話じゃないんですけども、私もそれね、別に否定はしないんですけども、客観的に見て、優等生ってのはどこの世界にもいるんですよね。勝手に育つやつってのが、でそれがドリアカにもいるし、速稼塾にもいるんですよ。だからそういう意味で私は、私はちょっとここ吉谷さんと考え方が違うんですけども、速稼塾に入ってものすごく稼げるようになった人っていうのは、私はたまたま優等生がここに来てくれただけで、私じゃなくても勝手にね、そうなったと思ってるんですよ。で、肝心なのは、手伝ってもダメな人をどう開花させるかっていうところに、私が今いる存在意義っていうのはあるなと思うんですよね。まあ、そういう意味で言うと、私は自分の速稼塾で実績を作った人を、そのことさらにね、なかなかね、言いにくいっていうかね、だからこそ私の塾っていうのは、そんなに価値が高まらないんだろうなと思いますけども、金額でもなく実績者のアピールでもなく、私の言うことによってね、私が伝えてることね、の価値がちゃんと分かる人っていうのは、それは速稼塾に入ってきてもらっていいんじゃないかなと思います。やっぱりね、
吉田さんと同じような考え方のあるところっていうのはすごく多いんですよね。価格じゃなくて価値なんだっていうこと、これ私本当にそう思います。ですから単純に私も速稼塾の価格っていうのを別に上げてもいいかなと思ってるんですけども、いやでも価格じゃないなと、安いから入るとか高いから入らないとかじゃなくって、逆に高いから価値が高いとか安いから価値が低いみたいなレベルで測る人は別に私もいらないんですよ本当に。だから速稼塾安くて助かりますみたいな人はいずれにせよね、入ったところでその3万なら3万を無駄にするだけなんですよ。でもですね、速稼塾に入って絶対稼ぐぞっていう人は自動的にそれ30万とか50万払いますから、私が言わなくても。だからそういう方はやっぱりねうまくいくんですよ。で速稼塾でって分割で30万なんですよ。で請求しないって言ってますし契約書も交わさないって言ってるんですよ。なのに実質的に50万とか100万とか入れる人いるんですよ。でそういう人はどうなるかっていうと、まあ2ヶ月もしないうちにね、なんか知らないけど稼いじゃいますよね。でその方が久保さん自分の実績を使ってくださいって言うんだったら使わせてもらいますけども、私がねどういう考えなのかちゃんと認識してその方速稼塾に来ますから、私がねそういった塾生さんの実績を俺のおかげですっていうみたいなのはあんまり好かんというふうに受け取ってくださってね言ってこないですね逆にね言ってくれたらね私もね大いに使って速稼塾販売することになんかもっともっとね貪欲になるかもしれませんけども、私ねだからね吉田さんね速稼塾をたくさん売ろうってあんま思ってないのかもしれないですね。そういう意味で言うとビジネスにはあんまり向いてないですねきっとね。金稼いでやるぜって意識がこんなに弱いのは何なんだろうなと思いますよね。稼ぎたいぞと思って何でもかんでも稼ぎに変えるって意識がないんですよねきっとね。まあでも私こうやって自由に暮らしてますし、お金はそこそこ入ってくるし、で私のポジションってのはこの辺なんですよね。まあ、吉田さんはどん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 ねビジネスの上級者になっていくと思います。すごいと思いますよ。私はどっちかというとそうじゃなくてね、自由のプロフェッショナルですね。もう何にも縛られずに何も求めないみたいなね、もうもしくはねビジネスのこのなんですかね上級者を追求してないのかもしれないですね、まあこれある意味ねビジネスでがっつり稼ぎたい人にとっては私は向かないってことになると思います。もう私ができるのはせいぜいねなんかそのせいぜいって言ったらまた変な言い方ですけども、自力じゃできない方をお手伝いすると、それでもできない方に対して私がいるみたいな感じですかね、私もだから吉田さんと同じようなことやってますけども、そういうふうなディテールが違いますんで、で思ってることは一緒だけども表現方法が違ったりとかするんでね、ますますそのマーケットにいる方は選びやすくなったんじゃないですかね。で私がもう本物がっつりの講義をしながらね実績者をどん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 紹介していったりとか、それから価格もゴンゴンゴン上げていったら、これねドリームアカデミアと一緒なんで、まあ1個でいいじゃんって話になっちゃうんですよ。選択肢がちょっとね狭まっちゃうと、どっちにしようかなってむちゃくちゃ悩むと思うんですよ。でも私は吉田さんと同じ思いを持ちながらも、その価格設定も全然別のところに行ってるしね、それからこう自分の講義をガンガン売らないというね、私も本当に1年間販売してこなかったですね。なんか柔らかく紹介することはあったりとか、その言葉の中にマーケティングが自動的に入ってる部分はそもそもなんですけども、セールスのために何かするってことは結局今年もやってこなかったような気がします。でもコンスタントにね入塾してくださる方がいて、まあどうやって調べるのか分かんないですけど、多分動画概要欄の中のメールアドレスが書いてますんで、そこに問い合わせてくるんでしょうけどもね。そうすると私も参加概要とご挨拶を送って、まあ大体それをすると皆さんね入塾してくださるって感じなんで、まあね、これから、チャンネル登録も頼まなくても増えていくみたいな、吉田さんもそうですけども YouTube アップロードしてチャンネル登録お願いしますみたいなやってないし、編集もしてないし音楽もつけてないんですよね。そう考えるといわゆる YouTuber という方にね縛られた方がいかに稼げてないかってことが浮き彫りになると思います。まあ、もちろんね編集したりとかサムネイルきっちり作ったりとかするとものすごくね目立つと思うんですよ。そういう意味で言うとそれを知ってるのにやらない我々は何なんでしょうねと。そういう意味で言うとね、吉田さんも私も、吉田さん結構サムネイル作ったりしますけども、私の場合サムネイルすらもう作ってないというね、何なんでしょうかね、言ってみれば有害社員というかね、どっか会社に勤めてるとすれば超なんかこう手抜きと言いますかね、自分の思うことしかやらないみたいな有害社員なのかもしれないですね。まあいろんな住み分けがあるもんです。まあ、吉田さんがねもういっぱい売ってくださって、ですごく伸び伸びとやってくださっていいんじゃないですかね。逆に言うとね、私ねちょっと
こじつけ見えてますけども、私が実績を作れば作るほど多分吉田さんのコンテンツの一部がすごく良くなると思うんですよ。例えばポイントサイトのね講義を付け足すなんてこともやるとまたね自己アフィリエイトの幅も広がるし、私の講義をやって稼げないってことはありえないんでね、ポイントサイトだろうが自己アフィリエイトだろうがこんな簡単なね再現性の高い方法なくって、これができないんだったらもはやその人はねもう稼ぎたいと思ってないってことなんですよこのお金あげますよみたいなところで取りに行かないわけですからまあですよね。だから私が一生懸命やればやるほど多分吉田さんのドリームアカデミアも売れると思いますし、紹介もしやすくなると思うんですよ。プラス吉田さんの中の吉田さんのこうなんですかね、ドリームアカデミアが、売れたり有名になればなるほどその一部を担ってる私のね速稼塾も売れやすくなるということでね、まあ見事に補完し合ってるというね、すごいですね。協力してるんだけどもディテールでは同じ考え方なのに言ってる方向が違うんで消費者さんは選びやすいというね、あ真逆だなみたいな、でもやってる内容の元は一緒だなととにかくやれとしか言ってないと両方ともねで、ちょっとね会社を作るぞ事業をやるぞって意識でやる方はやっぱり初期投資100万とか120万とか200万かけるの当たり前だと思うんで、それこそそんなのねドリームアカデミアなんて融資受けてでも入った方がいいですよ本当に。会社作るためにはやっぱり最初ね一発目に2、300万かかりますからね。で店舗をやろうとしたら2、3000万ですから、それ考えたら店舗よりも粗利が高くて稼ぎ続けることができて応用が効いて時代に即してる、しかも新規参入が極めて少ない、そのドリームアカデミアみたいなねインターネットビジネスの環境を120万で買えるって どこをどう考えても安いですよ私は思うのにね、吉田さんね。でその120万よりもさらに安いというね速稼塾だから、安いから速稼塾に入る方は所詮続かないです。安いんだけども内容もちゃんと分かったぜみたいな人はそれはね3万だろうが30万だろうが120万だろうが誤差の範囲だっていう捉え方ですよね。これはどうでもいいやみたいなねいや本当どっちでも稼ぎますからちゃんと、たくさんお金を払った人が意識が強くて稼げるっていうことは私は思わないですけどね。たくさんお金を払ったのに稼げない人の方が多いわけですから。で結局これね今回の動画のまとめになりますけども、ドリームアカデミーに入った人、速稼塾に入った人、結局行動する人の割合はどっちも一緒だっていうふうに私はなんとなく思いますね。この辺どうですかね。データはないですけども私はそんな気がします結局は優等生って一部にしか 5% ぐらいしかいないんですよで大半の人が普通の人ですから、で私の場合は普通の人をどうね優等生に持っていくかってことをするために意識向けてますけども、本当一人一人にね細かくメッセージを送ったりとか忘れるところにまたね突き上げたりとかしてますけども、だから何か言われないとやらないっていうことだけでもないんですよ私の場合は。おせっかいですから結構気になったらね未だにね何ミスターマイアミさんですか、あの人の動画見に行ってコメントしますからね頑張れよって応援してるとみたいな感じでね、というところですね。結局は優等生はどこの世界にもいるけどその割合は極めて低いということかなと思います。そして私のミッションは優等生じゃない人もしくは劣等生にどういうふうにね付き合っていくかってことなんで、こんな形になっているというところですかね。はい、じゃあ吉田さん、これからもね吉田さんの実績、それはすなわち私の実績でもあると思ってます、ね、頑張っていきましょう。